皆さんおはようございます。皆さんおはようございます。こんばんは、あつしです。誰だ、皆さんって。でも皆さんですね。皆さんおはようございます。こんばんは、あつしです。さしこライブやっていこうと思います。ちょっと準備をしすぎたら、入り方がめちゃめちゃオフィシャルになってしまった。まあでもちょっと今日実は英語版での運信会も今あったばかりなので、その頭の切り替えがうまくできず、すいません、失礼しました。今日は英語と日本語で両方やっていこうと思うんですけど、ちょっとどっちがメインになるかは今のところわからないですが、気楽にやっていこうと思います。Thank you for watching the live streaming. This is Atsushi. I tried to do the both live streaming, in Japanese and English, but sometimes if I do not have any topic, I might end up with talking in Japanese. I brought some topics today. I made a slide like this, but mainly what I want to do is to talk about sashiko both in Japanese and English while showing my sashiko stitching. All right, let's start. I will talk about. Yeah, I'll just do sashiko stitching a little bit and then talk about some announcement. Announcement on specific time. Just a second. Okay. こんばんは、どうもです。よろしくお願いします。どうなん、まあでもやっぱり日本語になっちゃうかな。日本語になっちゃうかな。ああ、そうだ、ライト。ありがとう。ありがとうございます。仕事行ってらっしゃい。ライト。よっしゃ。見えてますか？見えてる？ 見えてるかな？見えてるよね。大丈夫そうやね。ごめん、これやっぱ何個かいるよな。おはようございます、おはようございます、こんにちは。何個かスクリーンが欲しいな。今ちょうどさ、英語での運信の確認会みたいなのをやったんですけど、微妙にテンションが上がっているので、その流れで配信も 全然目がチカチカする。これ前も言ってたな、目がチカチカする。ちょっと重ねだけは目がチカチカしないとこうでしょ。虫に慣れてくると別に目は使わなくていいんですよね。そんなめちゃめちゃ目を使うもんでもないので。今日はどれぐらい英語のニーズがあるかなと思いつつ、話す内容も一応は考えてきたので、両言語で行こうと思います。まあ時間を分けた方がいいのであれば今後分ける方向も考えていきたいんですけど、でもいつできるかが微妙にわからないので、ねえ、今日は10ユダヤ系の祝日なので、妻が、まあその祝日だけの祝日に仕事を入れてしまってる僕もどうかと思うんですけど、一緒にお呼ばれできなかったので、一人でお留守番しつつ、家族がいない間に配信したろうかなっていうね、そういう日もあるよね。ああ、全然落ち着かないね。今日のね、インスタグラムの写真もしよかったら、動画を上げたんですけれども、微妙にいつもと違うの気がつきました。実はいつもの僕がやってる配信と違う運信を上げたんですよ。そんなこと気がつく人いるかなと思いながら、微妙に違うんですよね。気がついてくれてたら面白いですね。
嬉しいですね。もしかしたらちょっと英語にひっくり返すかもしれません。あ、違和感ありました。よかったよかった。よかった。実はあれね、前半と後半10秒、多分あれ30秒ぐらいのクリップなんですけど、30秒ぐらいのクリップなんですけど、前半の運針が実はあれ人差し指なんですよ。中指じゃなくて人差し指の運針で、後半の30秒、後半の15秒ぐらいが、まあ、いつもの中指の運針で、どっちでもいいよっていうのを伝えたくて作ったんですよね。正直ほんとどっちでもよくて、中指でもできるし人差し指でもできるよという、そういう運針でした。中指の方がまあやりやすいとは思うよね。まあでもそれは本当個人の好みにもよるので何とも言えないですけどね。なんでそれをしたか、なん、なん、なんで、なん、なん、なぜそれをしようとしたかは、なんでだったかな。なんか理由があった。忘れちった。人差し指だとやっぱ指つりそうになりますよね。親指の角度をいい感じに持っててあげないと、人差し指で慣れてる人はもう人差し指が楽なんでしょうけど、人差し指に慣れてないときは親指の角度を気をつけてあげないと、ほんと、ピキって言いそうになるよね。力が入るところが微妙に違うんでしょうね、人差し指でやる場合は。でもまあ繰り返しますけど、どっちがいい悪いとかじゃなくて、好きなようにやれば。あ、そうだ。もうさ、いつも忘れる。ちょっと待ってね。ですね、運針会、刺し子の運針会というものをやります。刺し子の運針会って何をするところなのっていう話なんですが、今お見せしている、このドラ、配信でお見せをしている針の動き、この動きをまあ運針というふうに言ってるんですけど、和裁の運針ともちょっと違ったり、まあ微妙に違う、その運針には答えはなくて、それぞれの系統みたいなのはあると思うんですけれども、各家庭に違った運針があるあっていいと思っているんですが、その各家庭の違う味の運針の一つをお教えする会を、オンラインで開催しています。で、その運針会の2020年の第4回かなが今回の今月の12 眠たい12月の21日の月曜日の朝の10時頃からの開始の予定です。で、運針会はこの運針をお伝えする場所なんですけれども、詳細はこのって言っても見えないのか。詳細はこのリンクに、このリンクで詳細を読んでいただければと思います。もう一席、二席ぐらい空きがあるので、他にもこの日程じゃない、
方がいいよって人がいたら、時差が許す範囲で時間の調整は可能なので、それもお問い合わせをいただければいいと思います。じゃあその運針もう一回だけ見せてから英語に、見せてからもうちょっとだけ運針してから英語に切り替えます。こういう風にすればさ、ちょっといいんじゃない？ちょっと配信っぽくない？だら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 運針をしてるだけの配信じゃなくなってきますよね。おそらくですけど、見てるだけでもできるようにはなるんです、運針って。ただまあそのコツもあるにはあるので、そのコツをお伝えしながら、まあやっぱりショートカットはできるかなと思います。失敗しなくていい、失敗をしない失敗をしなくてもいい、失敗をして学ぶことももちろんあるんですけど、しなくていい失敗は先に取り除くことができるのが運針会かなと思うので、それも踏まえて、差し子の運針ってどうやってやるんだろうとか、これでいいのかなと思ってる人はご参考いただければ楽しい時間になるんじゃないかなと思います。4時間、なんで4時間もやるのって思われるかもしれないですけど、本当に初めて運針をされる方ってだいたい 2,3 時間いるんですよね。形を学んで、頭では分かるんだけど、手が言うことを聞いてくれないっていう時間がやっぱり1時間から2時間はあるので、そこを乗り越えてから楽しい時間が始まるかなと思うので、いつも4時間ぐらいの時間を目安にさせてもらってます。ね、僕がちょっと進化してますよね。どうかと思うんだけど、まあでも、ね、好き勝手喋りながら運針してればいいんですけど、ほんと好き勝手差し越しながら運針するだけのチャンネルでいいとは思うんですが、前回さ、なんだかんだでやっぱなんか怒られてる感じがするんですよね。怒られてるわけじゃないんですけど、なんで英語じゃないの的なコメントとかさ、まあやっぱりもう今はやっぱり YouTube ってみんなが見てるものなので、そう考えるとやっぱりもう少し見やすい YouTube っていうのも、 YouTube 見やすい配信っていうのも必要なのかなと思って、いろいろ勉強します。頑張ります。ああ、よし、じゃあそろそろ英語に切り替えようかなと思います。 I will switch to the English very soon. Just let me check the time. もう13分やってんの？13分やりすぎやろ。Okay, so I will switch the language a little bit. This is Sashiko live streaming. I talk about Sashiko, Sashiko's history, Sashiko's philosophy, Sashiko's mindset while doing the Sashiko stitching. And today I have one announcement. That's why I made this slide. So the last time when I was in this live streaming, this is irregular live streaming because I do not have any time during the day due to COVID. Now I kind of offer the live streaming whenever I can. However, the last time, exactly a week ago, when I did the live streaming around this time, I end up with talking in only Japanese. Not only, but 99% was in Japanese. And
It is normal because the Japanese is my first language. If I do not think, I choose Japanese naturally. Especially when I'm stitching, I feel much more comfortable in talking in Japanese. But at the same time, I understand that there's a need for the English audience. So it is much, much easier for me to talk about Sashiko when there's a topic provided, theme to talk about. In order to make it happen, I am planning to offer the Zoom lecture. It's not a workshop, it's not a class, it's more like the gathering. Yet I am the only one, not only one, I am the main speaker, and you, the participant, may be able to ask me the question, and then we can talk about that question one by one, and the other people, the other participant can listen. That's kind of a lecture. Let's say I'm the lecturer on the stage, and you will be the person who asked me the question about Sashiko. The thing is, I'm gonna upload that lecture to the YouTube, so I want you to make sure that you're okay with it. There's a lot of guide, not a lot of guidelines, but I made a guideline to join that Zoom, Sashiko Zoom lecture. So if you could go to this upcyclestitches.com and read a guideline, that'll be great. There's a form to register your email address, and I will send you the Zoom link. I don't know when is the first time to offer the Sashiko Zoom lecture, but instead of doing the live streaming like this, I may do that. Then I will upload most of the unedited stitching and talking to the YouTube. I hope it makes sense. Right now, I am stitching this furoshiki. We made a sort of DIY, do-it-yourself kit for the year of 2020, and I have some samples in the US, and there are few available in Japan as well, but I am expecting to restock them in the US too. So if you want to try this big piece, it's gonna probably take 10 hours, 20 hours for me to complete. It's a lot of good stitching. And this is one of the most difficult patterns to transfer. And this is the one of the most difficult pattern to prepare by yourself. We use the silk screen to make it happen. It is almost impossible to do it with drawing by hands or using the transfer paper. So it's kind of nice to enjoy the running stitch on that. And I did not bring any other topic to discuss. So I will. Well, I do have another topic to discuss, which is doubt what you know. Just doubt. Let's see. Let's talk about this. Okay. It's almost impossible to talk and use the slides and stitch. The whole purpose of this live streaming is to stitch and talk about Sashiko. So I will go back to stitching. And when I see the comments, I will switch the language. Not switch the language. When I see the comments, I will try to pick that comments up. In order to have it more smoothly, I'm thinking about this Sashiko Zoom lecture to answer the question much more easily. Aloha! Thank you for watching from the live. Oops, I don't like it that I have to redo it again. So the topic I would like to talk about
Doubt what you know. My message has been pretty straightforward, pretty simple from the beginning. Please keep learning about sashiko, especially if it's not your culture. I think it is critical to keep learning what sashiko is for the Japanese people. The message hasn't been changed, but recently I started seeing that sashiko, or the other word boro, sashiko, indigo dye, something like those Japanese textile tradition. There are people who say that sashiko or boro or indigo dye should be blah blah blah, or even supposed to be blah blah blah. One of the examples is that people may say that you have to do some certain things in the center of this asanoka pattern. You have to open the center when you do this pattern. Really? Who said that? Is it right? Is it wrong? Is there even right or wrong? So I just want you to keep learning, and I want you to doubt what you know already. There might be something else. I'm not saying that what you know is wrong, but that might not be the whole. And by understanding, by presenting what you only know, there might be some alternation. Like, culture is supposed to be changed over time. However, the change is supposed to be based on the fact, not the convenience. I cannot thread. So I really hope that you keep learning. For that matter, keep doubting is one thing we can do. So some people say that some indigo dye fabric will, the color of indigo dye will bleed out. So you have to be careful when you wash with the other fabric. Not always. For example, this indigo dye fabric does do. This indigo fabric will transfer a little, bleed out a little of the blue color when you wash it for the first few times. That's because it is not authentic natural dye. As long as I know, when the fabric is authentically, naturally dyed with Japanese tradition, the indigo color doesn't really come out. Especially, it might come out, but it will not contaminate the other fabric. So that's something we know in Japan, but there's other information available outside of Japan. Sashiko is supposed to be the beauty of imperfection. Really? Who said that? Is that somebody's word, or is that somebody's interpretation? I mean, it is the beauty of imperfection, but that's more like as the result of hand stitching. It is imperfect because it's made by hand, and since we are not perfect, since humans are not perfect, the results are gonna be imperfect. That is the basic logic, and I understand that it is very true. However, sashiko as imperfect art
should not be the excuse to not to improve. There are many artisans who wanted to be better, who wanted to make it more perfect. With ignoring those history, saying that imperfection is the beauty of sashiko, we could twist the history itself. So it is true that it's beauty in perfection. However, I don't want you to use that as excuse to not to practice. Does it make sense? I hope it makes sense. So what I ask is pretty simple. Keep doubting. Keep learning is one thing I always ask. But at the same time, keep doubting, is this really, really true? Because by doubting what you know, you can learn more. I want you to keep learning about sashiko and boro. And I am the one also who keep learning too. I don't think I will say that I know about sashiko and boro enough. There's no such a thing as enough at this moment. So I hope you will feel the same way to sashiko. So keep doubting. Please doubt what you know already. I will switch to Japanese. やっぱ疲れるね。英語を喋りながらの刺し子。やっぱちょっと疲れるな。英語を喋りながらの刺し子はちょっと疲れますね。こうやってなんか言語を変えていくと、みんなどん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 見てくれる人が減っていく可能性もあるから、やっぱり英語とに日本語で言語はしっかり分けた方がいいのかなという気もしたり、どこなんだろうな。英語でも構わないよって言ってくれる日本の方が言ってくれたら嬉しいんですけど、でもやっぱりね、見るなら日本語の方がええやんとなってくると、上手にできてたんですよ。上手にできてたんですよね。上手にできてて、間違いなく上手にできてたんですけど、金曜日の夜の第1部は日本語で第2部は英語ってめちゃめちゃ上手にできてたんですけど、それがどうもね、コロナで学校が閉じちゃって、学校閉鎖の関係でその予定がうまいこといかなくなっちゃったのがあれですね。まあしょうがないな、しょうがない。喋らないっていうのも一個かもしれないよね。そう考えると、今のは本当に純粋に眠くなって今喋らなかっただけなんですけど、喋らないっていう配信もまあそれもそれでありなのかな。しょうがないですか？しょうがないな。しょうがないな。しょうがないんですよ。もう、コロナだね、いろんなコロナ。住んでるペンシルバニアが今日、明日からかな？もう、ロックダウンの一個手前ですよね。完全にロックダウンの一個手前で、飲食業とかの、インドアは、
NG ですね。インドアでの仕事は、ビジネスは、全部 NG になってしまったので。そう考えるとさ、やっぱまだ日常には戻れてないですよね。全然戻れてないんですよ。なんかもう慣れてきちゃってるのが良くないよね。なんかコロナにはかからないみたいな空気が出てきちゃってるのが怖いよね。まだしっかりそこにあるのにもかかわらずよ。とてもとても怖い話です。あれ？ If you have any topics that you want me to talk about, please let me know. I would like to switch the language if there's anybody who is listening this in English. I don't do any technical discussion, but if you have any questions about Sashiko's history and stuff like that. しかも俺ここで止まってるじゃん、前回。やらなきゃいけないことはいっぱいあって。こういうね。いやいや、そんな話をしてるわけでもない。もうでも30分経ってるのはすごいね。まあ配信で黙るっていうのもどうかと思うんだよ。それも、そこにニーズがあるのかもしれないけれど。生活音のみ聞こえる配信。逆にも何も聞こえない配信。でも、何も聞こえないのも気持ちが悪いんですよね。糸の擦れる音とかは聞きたいじゃない？糸が擦れる音がない刺し子ってちょっと気持ちが悪かったりするので。そういう意味ではね、うまいことバランスは取りたいんですよ。このうまいことバランスを取りたいっていうのもなんか3年間ずっと言い続けてる気がするけど。でも本音ですね。ほんと本音。何話そうかな、英語で。日本語でもね、なんか話したいことがあったんだよな、忘れちゃった。何を日本語で話すんだっけな。ちょっと待ってね。思い出します。あ、そう。こんな話聞きたいか、株の話とか聞きたいですか？株価の話とか聞きたい、経済の話とか聞きたいですか？どうでもいいかもしれないけど、ここ最近経済の流れを読んでると、本当に世界の週末っていうか、本当に資本主義の最終形態に来てるなという気がしてきて。多分本当に資本主義を作った人たちが、違う、資本主義の終わりが来た時に共産主義ができるって言ってたのかな。でも今のこの社会の形って、とてもとても正常に機能しているんですが、同時にやっぱりいびつだよね。
実体経済を伴わない株価の上昇とかって多分ニュースで言うんですよ。で、実際そうなんですよ。実際需要も減ってるし、実体経済が伴ってるかっていうとそうでもないんですけど、今の株価の上昇には、アメリカの株価の上昇には、もう歴然とした理由があって、お金を持っている人はお金持ちになるし、労働者というか、まあ、労働する人は労働、お金をなかなか手にできない社会になってしまってますよね。じゃあお金を持ってる側に行けばいいじゃないっていう、多分そういう結論になるんですけど、ただお金を持っている側に行くためにはある程度の種銭もいるわけで、そのお金だけでじゃあ好きなことができるかっていうと、またそれも違う社会になってきてしまっていて、何を話したいかというと、刺し子なんかしてる場合じゃないんじゃないかってたまに思うんですけど、それだけ社会が変わってさ、実体経済がない中で景気がいい悪いバブルみたいになってきて、どうやって生きていくかっていうのを考えた時に、刺し子をしている場合じゃないんじゃないのって思う時も実はゼロじゃないんですよ。そりゃそうっすよね。ただ同時に、今だからこそ刺し子をするっていう気持ちも実はゼロじゃなくて、こういう時だからこそ刺し子をするじゃないかなという気もしたりはするんですよね。じゃあそれがどういう意味かっていうと、なかなかまだそこまで具体的に明文化できるほど頭は使えてないんですけど、どうしようもならないレベルに、多分すぐって言っても、まあまだね、何十年もかかるとは思うけれど、一個この資本主義、まあ貨幣主義ですね、お金が全てだとは言わないけれど、貨幣主義、お金が中心の社会での一番の肝って何か分かりますか？何か分かりますかって聞くのもどうかと思うけど、今の資本主義の中で一番の肝があるんですよ。ここだけは外しちゃダメっていう。で、これを外すとすぐ終わっちゃうんです。その肝を握っている限り終わらないんです。その肝って、お金って作れるんですよ。日本円って、日本銀行がお金すろって言ったらお金すれちゃうんですよね。でもそれってもう資本主義では当たり前の話だから、すったお金を使ってどういうふうに景気を回していくかっていうのが、経済学の、まあ、需要と供給とかもいろいろ話になってきますけど、まあ、基本というか、基本なので、そこを否定してしまう、ああ、失敗した。そこを否定してしまうと何も始まらないから否定はできないんですけど、そこの仕組みを知っておかないと、ゼロサムゲームじゃないんですよね、お金って。無限にすろうと思えばすれるから。で、そこで、自分の国の通貨発行の、自分の国の通貨発行権がない場合、ギリシャとかはお金がなくなったらデフォルトするしかない、破産するしかない。でも日本とかアメリカって自分の国のお金があるから、基本的にそこですっちゃえばいい。
で、今のコロナ禍でアメリカがやったのはそれなんですよ。お金をわーって吸ってわーってばらまいたんですけど、でもさ、普通それって、景気が悪い時にやって、そういうこと金融緩和ってね、まあ、もっといいこと言うと、金融緩和っていう言葉になるんですけど、金融緩和をして、で、カンフル剤っつって現金入れて、で、どうするかというと、使ってもらうことで市場にお金が回るっていうことをするんですよね。ただ、今回のコロナに関して言っちゃうと、お金をもらった後にそれを使うかっていうと、もちろん使う人もいるんでしょうけど、やっぱり将来のことがちょっと気になるし、しかも、お金があるだろう、年配の方々って、やっぱり、じゃあ、がっつり使いましょうって、なかなか今回ならなかったんですよね、アメリカでも。結果的に何が起こるかって、お金が余るんです。金余りっていうね。お金が余って、じゃあどうなるかっていうと、それが投資に、まあ、投資ってか、安全なものに行く。金とかさ、株とかさ。その結果、どん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 数字だけ膨らんでいくんですけど、実態がそこに追いついてなくて、結果的に、もともとお金を持ってた人はもっとお金持ちになるし、お金がお金を本当に呼ぶんでしょうね。お金を全く持ってなかった人たちは、一回のその、まあ、お金を持ってなかった人たちって言うとおかしいですけど、投入された資金を生活費に使わなければいけない人たち、まあ、それがほとんどでしょうけど、は、やっぱりもうそこで話が止まってしまうので、結果的にやっぱり難しい。じゃあ、そういう時になぜ差し子なのかっていうと、やっぱりそういう時だからこそ、いろんなことを考えながら手を動かす時間もあっていいんじゃない？不安になるんですよ。お金の数字だけ見てると、やっぱり不安というか、ふわふわしてしまうので、投資とかのね、実感がなくなるから、そこを上手に。お金持ってる人ほど差し子やったらいいんじゃないかなと思ったりしますけどね。それもなんか違うか。それも語弊はしてほしいね。それも違うかな。ちょっと違うな。もともとだからお金がない人がやってた差し子なんですよね。だからお金あるないに関わらずやってほしいんですけど、ただ、何をしてるんだって思うのもまた違う。そうですよね。でも、もともと差し子って、そこで暮らしていくのが苦しいから差し子をした人たちの文化ですもんね。そこに資本主義の話をぶつけること自体どうなのかと思うけど、でもそういうことです。でもそういうことです。ちょっと質問が来たので、英語にスイッチします。なんか変な話してすみません。めちゃめちゃ変な話になっちゃった。意図してなく変な話になっちゃった。スイッチします。43。Thank you so much for the comment. I'm sorry I didn't realize that. 15. Which in the thread here? Wind in the thread here. Thank you. I'm sorry. Wind? Sorry, I thought that was a question, but it was not a question. I read what kind of which thread there. ちょっと微妙に張り目が。くっそ眠たくなってきた。もう本当、最初に戻りますけど、なんか経済の話をする前に戻りますけど、
なんで今刺し子なんだろうってのはやっぱり思うよね。何やってんだろう自分。ブラジルからこんばんは。こんばんはです。ブラジルはもう遅いかな。あ、でも一緒か。こんばんは。アメリカもそういや遅いんだった。その不思議、本当刺し子のブームが今来てるっていうのは本当不思議ですね。ただ刺し子のブームが多分ちょっとずれてるというか、何でいろんな社会問題を解決する、違うな、社会問題を解決する手段でもないんですよね。いろんな自己実現をしたいと思ってる人の目の前に現れたのが刺し子 っていう言葉。スローファッションとかサステイナビリティ、持続可能な社会とか、いろんな、なんか環境的とか、なんかいいことしたい、なんか役に立ちたい、なんかしたいぞっていうところにポンと出てきたのが多分刺し子なんですよね。で、これ使えば、あ、なんかできるかもっていうところに、で、できるってハードルすごい低いからさ。だから、そこでいろんな解釈、で、解釈も、自分の、なんていうのかな、刺し子を学びたくて学んでるっていうよりは、刺し子を使って何かをしたい人が多いわけで、すると、本当の姿って別にどうでもいいんですよ。どうでもよくはないけど、でも、その自分の欲しい方向に解釈はしてしまうよね。それが悪いんじゃないよ。それが悪いんじゃなくて、それを正解だっていうのがまずいだけで。なぜかと、正解も間違いもないからね。I am me. Sorry, I cannot really. Mesmerized. Thank you. Sorry that I'm talking in Japanese. Again, I didn't bring a lot of topics to talk about. When I bring a topic to talk about Sashiko in the live streaming, it has a tendency to become a complaint or whining for that matter. So I want to be positive. I'm pretty difficult on the Instagram, on SNS. I try to be as difficult as possible on that. And I'm honest, I don't really do any sweet talk. I tell what I think, and I don't really do sweet talks or flattering. But in the live streaming, I want to be as nice as possible for that matter. So if I find the topic by myself, it end up with kind of whining or BITCH ing. I will bring the topics. I will bring the topics. It's kind of difficult. I don't want to talk about the same things over and over again. But I need a topic to talk about. I just found your channel earlier this week looking for ways to patch my jeans. I really enjoy learning about Sashiko. Thanks. Thank you. Thank you so much for the comments. Yeah, that's. So I was born in the Sashiko family, so Sashiko was really close to me from my childhood. But of course, I hated it. Of course, I hated it. Like, if you were born to that, you will hate it. Nobody loves what you're born with. Especially if that's the, I'm Asian. You know that. A doesn't mean. the grading A, B, C, D, E is like A is average, B is, I don't know, B, I don't know what B, but C's could be better, can be better, should be better, I don't know. But anyway, so I was born with the Sashiko
thing, so I didn't like it. But when I started liking it later on, when I was like 20s or even close to 30, the denim was the thing that I did change it. I stitched the denim. I realized, it's pretty cool actually. I kept stitching and stitching, and then I just realized, wow, that's actually fun. Something I didn't realize when I had to do it in my childhood. We change a lot. It's quite fun. It's really, how can I say? It's fulfilling. Probably that's the word for that. It's not productive at all. It's not efficient at all. It doesn't really do anything in terms of productivities, profitabilities. If you're thinking about making business out of sashiko, think as many times as you should. It's not that easy. I mean, it's hand stitching after all, you know. There's no scale mail it. But something is fulfilling, and that's the reason many people are jumping into this field. I'm really happy for that. I'm really happy that many people are joining sashiko more and more. I just wanna. Shh. I don't want it to be different more than necessary. The culture changes over time, so I'm perfectly fine with the change. It should be different. But I want that change to be as natural as possible. I don't want somebody with a big voice to change it for their merit, for their convenience. See? See, 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 now I'm kind of complaining. By the way, sashiko, the whole, the good part of sashiko, like good part of me teaching sashiko, sorry, the goal of my sashiko teaching is to make you be able to stitch while talking, while watching TV, like talking. When I talk, my mind is not here so much. I focus on talking. So that's what I want to do. And I think that's the original view of sashiko, come to think about it. A few hundred years ago, the Japanese women were stitching. That was a women's job. The Japanese women were stitching together or by herself in the house, and they had to stitch. Although some of them chose to stitch, but some the others had to stitch every night, every time they have to stitch. Do they really care about each stitches one by one to make it beautiful? I don't know. I don't think so. Do they? I mean, did they? Were they positive? I don't think so. There was a comment that I on the Instagram or somewhere that I am so negative about sashiko, I guess. Well, the comment was like this: I am the message I am sharing is doing not good for the trend of sashiko, or like, how can you say those things?
if people enjoying sashiko? Like, why don't you be happy about it? Well, yeah, but like, why can't you be happy about people enjoying sashiko? Well, there are many reasons that I cannot be happy. I am happy that people are enjoying sashiko, but I have to share my honest insight too, as a Japanese. And one of the things is like, probably the Japanese people who originally enjoy or practice sashiko were not so positive. I don't think so. I mean, of course, there were positive people. Of course, there were cheerful people to enjoy stitching. But we choose to do sashiko, right? We don't have to. Like, if there's anybody who needs to stitch for the tomorrow's clothes, that's a totally different story. But most of us choose to stitch to enjoy the moment. So I understand that we want to just talk about something nice, something fun. That's the whole purpose of this live streaming. I don't want to talk about only negative things. But at the same time, come to think about it, I think the Japanese people who had to stitch back then probably complained. I'm not saying women's complaints. I'm not saying that because there were people who misunderstood my message. I am not making any comments about gender or sex. I'm just talking about the Japanese women who practice, Japanese people who practice sashiko back in Japan a few hundred years ago were mainly women, and I think they weren't super happy about that. Yet they had a pride. They wanted to make it beautiful. In fact, they had a public eyes to make it beautiful. They had to make it beautiful. So I just wanted to know you. No, I'm sorry. I want to know you too, but I want you to know that sashiko is more than just making stitches. I'm watching your technique of changing the thread. Changing the thread? Did I have a video to change the thread? Anyway, yeah, I'm happy if that became helpful. Changing the thread. Sorry, I don't remember the video changing the thread. But at the same time, I do have a lot of videos, so it's okay that I don't remember everything. Has been doing this for 3 years. I of course had some, how can I say, some proposal to make it more profitable, I guess that's what the word. But I just want to do what I want to do. If I, you know, receive money, then of course I have to think about those people. And that's not something I want to do. Right now, I don't want to do that. Oh, okay. So it's not a specific video of changing the thread. Yeah, I am. My pleasure. Please look and learn. So that's kind of how Japanese passed down the sashiko. They didn't really have the school. They didn't have teachers whatsoever. They learned by just looking. I teach online and also in person before the COVID. But those classes are for more for expediting the learning. I did a lot of detour to reach to this place, and probably many people will go through the same detour, because those, we call those
how do you say, the shortcut as wisdom. I think we call the wisdom as a shortcut. And my workshop, online class, are the shortcuts that you don't have to go through the same detour I went through. But if you don't mind going to the detour, you can pretty much learn everything from just watching what I do. I mean, of course, you know, it's going to be very much helpful if you could take the Sashiko class. It's going to make my ends meet, after all. So it's going to be very helpful. But at the same time, I do not want to choose people based on what they have. So if you can learn by watching, go ahead. Well, some people might say, like, don't copy it, don't mimic it. Don't, you know, this is the copyright. How could you say that? It, blah, blah, blah. Like, there are a lot of things. The copyright is very, very important in the internet world. And I do declare the copyrights of what I do. But at the same time, you can mimic. Just make sure that you tell others that it's, you learned from somebody like me. But as long as I'm sharing this one, I mean, I'm sharing this, so I want you to learn. There's no contradiction there. And it's, you know, it's for free. And I'm perfectly fine with that. So you can learn a lot by just watching. And that's what I'm doing now. Well, that's the whole purpose of this live streaming. People can learn by watching. There are a lot of tutorials available. And if you want to have a detour, I'm here for you. Sure. Switch language. なんか今頑張って英語喋れた気がする。もうでも1時間やってんの。何この時間の立ち方。おかしいよね。もう1時間経った。マジでかよ。マジじゃないですか。やっぱこう考えるとやっぱ昼の時間っていうのはあれよね。日本でも僕がそうですもんね。土曜日のお昼に配信見れるかってなかなかそうはならないですもんね。やっぱあの時間が一番良かったんでしょうね、夜ね。でもそうするとさ、いやでも娘がいて配信は無理だろうな。一人っ子なんですよね。別に一人っ子がダメってわけじゃなくて、でも一人っ子がね、かまってたんで、ほら、兄弟だったら、もしかしたら二人で遊んどいてとかできるかもしんないですけど、一人っ子だとさ、多分、これを多分仕事としては受け取ってくれない、仕事じゃないしね、ぶっちゃけ。仕事じゃないし、仕事としても受け取ってくれないから、遊んでくれってなるよね、多分ね。そうするとさ、やっぱあのその時間の配信は難しいかな。サシコは時間泥、ほんとサシコは時間泥棒です。ほんとにもう信じられない。もう1時間とかほんと信じられないけど、これがあるからこそ24時間やれるっていう自信はそこから来るんですよね。本当にそこから来てます。本当に何も考えなくていいんだったら、これを2枚多分できるわ。24時間あったら。1個12時間で。もう24時間全然変わり映えがしない配信ですけど、24時間ずっと何もしなくてよかったら、これ2枚できる。もっといけるかな、もっと2倍以上いけるかな。すごい変わり映えがしない配信ですけど、ドラマも減って、
章転結もへったくれもない、ひたすら90度布を回転させながらつつ縫っていく配信でもたまこの柄やっぱり楽しい。この柄悪くない。我ながらリズムがとてつもなくリズムがつかめる。あの90度がとてつもなくね、あのこれ、はい、インスタグラムにも書いたインスタグラムに書いてどっかにも書いたんですけど、90度ってね、あのギリギリなんですよ。刺し子をするときって布を回転させることって時々適度にあるんですけど、そらそうだよな、柄を作るためには布を回転させなきゃいけなかったりするんですけどね。もう90度って限界なの。こう90度以上だとイラッとくるんですよ。これ90、これこうでしょ、これがここまで曲がれ、こっち行かなきゃならないとなると、これを持ち替えなくさせなきゃいけないんですよね。左手を持ち直さなきゃいけないわけですよ。でも 90度だと左手を持ち返す必要がそれほどないんですよね。ゼロじゃないよ、ゼロじゃないけど、今ちょっとお見せするけど、こうでしょ、ここで一回ね、ここのまま、ここのこうずっと持ったままね、指で切ってやって、まあまだ持ってるでしょ、まだ持ってるんですよ。で糸呼吸もして、全く同じままいけるんですよ。全く同じとこ持ってるでしょ。これがね、これがずっと慣れてくるとめちゃめちゃ眠くなる。ほんと同じリズムでずっとできる。その90度だからかもしれないけど、この布を回す作業すらもリズムに入れることができるので、しかもそれがずっと続くじゃないですか。角度変わらず、角度が適度に変わりだしたらまたイライラっていうか頭使うんでしょうけど、全く角度変わらないので、この柄はなかなかに作った人すごい。だここら辺とかちょっと心配なんですよ。まあでもここら辺もほぼ直線か。わざわざ直線でわざわざ角度があるところをやってるのはそれが理由です。ちょっと眠くなる。まあ夜やってるからかもしれないけど、でも眠くなる。これはでもね、サクサク、いろいろ柄もいろいろなリズムも楽しめるため、全然喋れてない。あら、本当にもうここもほら全く持ち手ほとんど変えてないでしょ。握り直すだけでいいんですよ。いや素晴らしい。自画自賛しまくってるけど。あれ。まあでもやっぱ一番は浅野派ですけどね。浅野派はもちろん。ただ飛ばなくていいので、その葉はね、最悪重ねなきゃ、とてつもなくたくさん重ねなきゃいけない朝の葉はやっぱり嫌っていうか、ね、触手は向かないので、そうじゃないのはいいよね。ちょっと何か、これはさすがに書きます。よっこいしょ、ちょっと書きます。書いてくださいね、このあの町のところがね、微妙に自分で書いてもらわないと申し訳ないんですけど、書いてあげてください。全然書けません。あれ、これじゃないや。
これ皆さんもぜひ刺し子をしながら見てください。眠くなってきたけども、もう1時間。やっぱ英語で配信するの難しいな。諦めませんけど、何かしらやっぱり話し相手になってくれる人が一人いりますね。ずっと同じ話をするのはやっぱ難しい気がする。ね、もうほぼ今寝だしたからね。頭の中ちょっと眠たくなって寝てますからね。10時とかでしょ。もう無理です。僕の時間ではございません。メガネが、あれですよ、メガネがもう鼻の頭の上を突破して、なんだったらもう鼻の下ぐらいまでメガネがずり落ちてるので、何も見えてない。それでも差し込まれる。なんで、本当、なんていうかな。で、本当ごめん、最初に戻るけど、なんで差し込なんでしょうね。なんで差し込やってんのかな。なんでは分かるんですけど、本当不思議。こういう人生になるとは思わなかったな。思わなかったですね。こういう人生になるとは思ってなかったかな。刺し子の家業に生まれたから、もちろん選択肢としてはあったんでしょうし、ずっとね、頭の中にはあったんでしょうけど、でも30後半、40間近になって刺し子をしてるとは思わなかったな。これ超嫌な人間に聞こえるから、もう眠たいから言うんですけど、めちゃめちゃ嫌な人間に聞こえるから聞き流してほしい、まあ聞いてほしいんで、聞いてほしいから言うんですけど、刺し子なんかってやっぱずっと思ってたんですよね。前も言ったかもしれないけど、でも俺は刺し子をする人間じゃないって、どっかで思ってたんですよ。いや、どっかどころじゃない、体全身で思ってたかな。嫌な人間なんですけど、嫌な人間だったから、もう絶対それは否定しないことなんで言うんですけど、物事器用なんですよ。器用貧乏というか、結構いろんなことができて、要領はいい。器用貧乏なんだけど、要領がいいから、テストの点とかも結構簡単に取れるんですよね。特に苦労をしなくても、テストの点も取れたし、で、頭の回転は悪くないので、と思ってるので 結構、こんな単純、これを労働として捉えるならば相当単純やん。この労働、こんな単純労働をする人間じゃないとか、もっと頭を使った人生を生きていきたいって、ずっとやっぱどこかにはあったんでしょうね。ずっと刺し子さんを見てきたからっていうのもあるんですけど、自己主張をしない、まあ今から考えるととてつもなく綺麗な刺し子をされる方々だったんですけど、
そういう方々の刺し子をする姿を見てきて、今でこそ憧れますけど、やっぱ当時はああはならないぞって思ってたとこもあるんでしょうね。刺し子をしてるっていうか練習してることも恥ずかしかったんですよ、当時も。今は恥ずかしいとは思わないけれども、ほんと数年前じゃないか、親父が死ぬ前ぐらいかな。あんまり自分が刺し子をしてるっていうのは前には出さなかったんですよね。出したく、なんか違う、なんか恥ずかしい。刺し子を使ったビジネスマンみたいな、そういう時期はありましたけど、刺し子をしてるっていうのは、嫌だったんだろうな。違和感じゃないです。違和感はないんですよ。だって刺し子、ずっと刺し子と一緒に生きてるから。違和感はね、僕が刺し子をすることに違和感はないんですけど、嫌だったんでしょうね。だから、もっと僕にはふさわしい、素晴らしく嫌味な人間ですけど、俺にはもっとふさわしい仕事があるはずだって多分じゃなくて絶対思ってたんですよ、当時。だから留学もしたし、だからいろんなことに手を出したし、いろいろあったんだけど、結果的にここに戻ってきてるっていうのは本当に、で、一番楽しんでるしね、多分楽しい。楽しいのは間違いなくて、多分いろんなことやってきたけど、その中でも群を抜いて楽しいんですよね。で、それが 我ながら不思議なんです。なんでこんなに楽しいのかなって。8年前の自分とか絶対理解できなかったことですね。守るものがなくなるってのはやっぱ強いよな。守るものがなくなるっていうのは強いよね。守るものがなくなって、もうひたすら純粋に刺し子と向き合えるっていうのはやっぱり、それがなかったら今のところには到達してないよね。だからなんですけど、刺し子を仕事にしたいですっていう人には、もう一回考えた方がいいよって常日頃言ってしまうのは、多分僕がそこを通ってきたからなんでしょうね。いつか嫌になる時が来るかもしれないよって。嫌にならないかもしれないんですけど、むちゃくちゃ単純ですからね。これ以上ないほど単純じゃない、刺し子って。それが楽しいんですよ。それが楽しいんですけど、何なんでしょうね。本当に、ちょっと、これは多分永遠の課題っていうか、頑張って答えが出たらいいなと思いながら。でも真実はね、この針目の中にしかないです。わざとかっこいいこと言ったけど違う。でも本当にそれは思ってるから言うんですけど、真実というか、本当のことはこの針目の先にしかないので、針を通して、こっちとあっちの世界をつなげるみたいな。あ、一気にちょっとスピリチュアルに入ってきたからちょっとやめます。スピリチュアルは配信ではしないって決めてるんで。決めてるっていうか、前に一回言ったんですよ。配信ではあんまスピリチュアルのことは話しませんって言ったんで。なんで急だっけ？あ、でも、昨日初めてホメオパシーの薬ってのを飲んでみたんですけど、効いてしまって、自分でもびっくりして、効くの？騙されたと思って飲んで、で、読んだんですよ、ホメオパシー。インフルエンザの症状に効くホメオパシーって、ちょっとさすがに、はぁってなるやん。はぁってなって、俺もはぁってなりながら、まあでもね、あるし飲んでみようかな。関節が痛くて、喉が痛くて、ちょっと、熱っぽい。まあ本当だから、
インフルエンザっちゃインフルエンザの症状、あ、味覚はあったし、熱もなかったし、咳もなかったから、熱はあったのかな、咳はなくて味覚もあったから、コロナじゃないとは思ったんですけど、で、まあちょっと寒気がするのは良くないなと思って、普段だったら普通の薬飲むんですけど、ホメオパシーの薬があったから飲んでみたんですよ。まあ、騙されたと思って。特に大きな仕事が入ってるわけじゃないので、今日の確認会でもう1時間だから、無理すれば何とでもなるかなと思って、治らなくてもいいやと思うぐらいの気持ちで飲んだんですけど、聞いたんですよ。なんか症状がなくなって。なんかもう、冷静、スピリチュアルとか冷静を信じてるんですよ、俺。信じてて、目に見えないものもあるし、気とか、もうガンガン気ね。霊気とか、いろんな気を信じまくってて、手かざしとか手をかざすだけである程度の傷は治るとか、わけのわからないことを信じている自分が、ホメオパシーを信じてなかったんですよね。信じてなかったとか、眉唾ものだなと思ってたんですよね。よくあるプラシーボ効果だろうなと思っていて で、実際に飲んでみたら、効いてしまったんですよ。びっくりして。あ、効くんだ。でも、プラシーボなんですかね。あれがプラシーボだとすると、ほんと薬いらなくなるんですけど、プラシーボだけなのかな？ちょっとあれは今後もちょっと調べていきたい事案ですね。本当に治らない、プラシーボなんかにかかってたまるもんかっていう、ちょっとね、相当天邪鬼な考えで飲んだんですよ。本当不思議だなと思って。お、久々の嵐。久々の嵐ですよ。そう、聞いたんだろうね。聞いたんでしょうね。でも、プラシーボではないの。ウェブサイトを読めば読むほど、それはプラシーボだよって書いてあるんですけども、プラシーボじゃないって言いながらプラシーボになるぐらい、俺は単純なのかな。聞いたからいいんですけど、聞いたから全然いいんですけどね。でもすごいなと思って、そんな効くんだ。定価がめちゃくちゃ高いんですよ。めちゃくちゃ高かったんです。12個、12ドース入り、12回分入りで、3000円、2500円ぐらい。で、1日3回まで、6時間おきに。で、それがなぜ買ったかというと、4割の価格、6割引きで売ってたんですよね。6割引きで売ってたから、おっと思って、前々からちょっと興味はあって、で、聞くよって言ってる友達がいっぱいいた、一人いたから、本当かなと思って買ってみたんですよね。聞いたんですよ。で、聞いたことに対して一番びっくりした。まさか聞くわけないよねっていう体で飲んだから。本当不思議ですよね。でも、ちょっと真面目にホメオパシー勉強してみようかなと思って。科学的には根拠がほぼないって言われてるんですよね、ホメオパシーって。でも聞いてる人がいるんですよ。で、天邪鬼みたいな人間の僕でも聞いてしまったんですよね。それはなぜだ？やっぱちょっと気になるよね。ちょっとアップデートを待ってください。もう今後もあれですよ。
でも治ったからもう飲まないんですけど、でも効くんすね、ほんと。よくよく考えても変ですよね。冷静は信じときながらホメオパシーを信じないのはでもどうかと思うわな。そう、結果論ね、聞いたからいいやと思えばね、そう、おっしゃる通りです。聞いたからいいんです。聞いたから。水を飲むことすら忘れて1時間差し越するって。最近差し子できてなくて、この1年、このね、コロナ始まって1年、てかね、もっと言えば去年から忙しいことを理由に差し子ができてなかったんですよね。ワークショップが忙しいとか仕事が忙しいとか言って全然差し子ができてなくて、で今年に入ってワークショップちょっと減らして差し子をする時間を増やそうかなと思ったところでコロナでしょ。でまたもっと全然去年よりも差し子ができてないんですよね。だからこうやって差し子ができる時間が、でこれ一人でやると寝るんですよ。もう眠いからさ、もうこの時点ですめちゃくちゃ眠いから、もう寝たおうと思って寝るんですけど、配信やってるとさすがに眠れないじゃないですか。そのなんていうの、眠いけど配信やってるから起きてなきゃいけなくて、でも配信やってる以上なんか差し越しておきたいなって、このなんかちょっと半分強制的に差し子をしてるんだけど、その差し子をしてる差し子はやりたい差し子っていう、うまいこと説明できないんですけど、あ、さっき見た、これ本当配信やってないと多分寝るんですよね。もうそろそろ寝た方がいいんですけどね。本当不思議。寝れゃいいじゃんと思うと思うんですよ。ボロも寝た方がいいと思うんですけど。差し子の魔力やね。プラシーボやね。ホメオパシーやね。本当でもなんかもういつ戻るか分かんないけど、本当になんか日常に戻ってほしい。もうそんな新しい日常になるから日常なんてないのかもしれないけど、定期的に配信をする環境が欲しい。じゃないとこういうグダグダもいい感グダグダのグダグダもグダグダな配信しかできなくなっちゃう。普段結構やっぱ頭使ってるんですね、配信。いや、こういうふうにグダグダの配信を2回続けたからよくわかるわ。普段の配信がいかに頭使ってたかって。でも実際そうなんですよ。朝起きて、じゃ寝る前にもう何話そうかなってなると決まるわけですよね。で、僕朝方なので、やっぱり朝はしっかり頭が働くんですよね。言わなくていいこと言わないし。でもやっぱこんな夜だと。で、やっぱ朝だと終わりの時間もはっきりするやない。もう昼ご飯作んなきゃいけない時間はもう昼ご飯作んなきゃいけない時間ですからね。そこら辺考えるとやっぱ夜は怖いよ。日本時間、アメリカ時間の夜の配信はやっぱちょっと怖いというか、ちょっと勇気がいる。こうやって話してるとなんかこう失敗するやんね。失敗もし。
失敗も回避できるようにならないと。失敗も回避できるようにならないとさ。こんにちは、こんにちは、こんにちは、ありがとうございます。どうもです。めちゃくちゃ今眠い状況です。1時間ぐらいずーっとぐだぐだ話してました。ちょっと待って、もう目がね、シパシパして、もうな、何？ずーっと佐藤さんに付き合ってもらってました。付き合ってもらってましたってのもあれか。眠くなってきた。ほんと普段の配信はいろんなことを考えてるんですね。今日の配信のグダグダ感の半端ないこと。いつも以上に何喋ったか覚えてないから、見返した時にちょっとびっくりしてしまうかもしれない、自分で。でも、もう また糸通そうとしてる。もう終わるつもりなのに、また糸通そうとしてる。終わるつもりなのに。なんか終わるつもりだったのに。何度も言うけど、この無意識の怖さね。頭の中で終わるつもりで、もう終わるよねと思いながら、それでも手だけはなぜか糸を通しているって。病気でいいんです。いいんです、いいんです。もうでもこの針じゃなくて、この糸が終わったら。金曜日だから。金曜日だから。みんなあれですよね。やっぱ足は引っ張るタイプですよね。一緒に沼に入る感じですよね。あるあるですよね。本当あるあるですよね。さあ、もう一本をずっと続けると24時間になるんですよ。知ってました？そうなんて。あれなんですよ。昨日なんか買ってないか。2週間前にこれライト買ったんですよね。ライト買って、これすんごいきついな。消すと一気に暗くなるんですよ。あんま変わらねえな。あれ？めちゃめちゃ変わるんですけど、めちゃくちゃ眩しいんですよね。で、目がシパシパする。ほんといつも以上に目がシパシパする。だからもう、やっぱ安いのはもっと高いの買えばよかったかなと思いながら。所詮ライトだしなと思って。ね、本当だからもうこの手芸の怖さ、差し込むだけど手芸の怖さですよね。でもやっぱ手芸っていうか、手を動かすことができる人って、違うことができる、手を動かすのが好きな人ってやっぱみんな一緒なんでしょうね。海外も多分一緒な、日本だけじゃなくて、普通に日本じゃなくても同じことで苦しみながら楽しんでる人はいると思いますよね。終わらないとかってよくある。僕が知ってる友達は、知人は、最初からもう終わらないの知ってるから、糸を通すときにもなんか3本とか4本とか、やはり一緒に糸を通してるんですよね。僕は 途中で針変えるの好きじゃないから、常に1本でいいと思ってるんですけど、そういう使い方もあるんだなとか。お昼の準備しようと思いつつ、また新しいと ね。ほんとそうです。
あれって。これをでもね、やらない人は理解ができないみたいですね。僕の妻は理解ができないって言ってましたね。で、それ本に例えたらわかる、本好きなので、本読むときにもう一ページもう一ページってずっと読み続けてしまいませんかって聞いたら、あ、わかるわかるって言ってくれたんですけど、でも、本は物語があるけど、差し子物語ないじゃないっていう、すげえカチンとくる言葉を言われて、へえ、物語感じないんだ、みたいな、ちょっと逆に喧嘩売ってみたんですけど、感じないって言われて、その瞬間にもう話終了で終わったんですけどね。先、でも単純作業ですからね。もう本当これは不思議。これでも科学的に証明してほしい。誰かいないかな？一緒にできないかな？手芸してる時のドーパミン分泌量とか見てほしい。誰かやりそうだな。誰かやりそうな気がする。誰かやりそうな気がする。アメリカでこんだけ人気になってれば、誰か運針中とか差し子してる時のアルファ波とかベータ波とか、そういうのを見る気が、脳波のやつ見る気がする。最初から数本刺して針山に用意は、それは全然僕が苦手とか僕の好きなやり方じゃないだけで、僕 もやらないかつてやりますよ。やらないのって言われて、絶対やらないとはならない。やる。普通にやる。ただ、リズムっていうところで考える、運針で考えると、一本の針を使った方が気持ちがいいかな。本当それは好みですよ。全然。僕がその友達は、僕のワークショップ取ってくれた人なんですけど、針はそんなにこだわらないっていうか、針はそこまで、こだわりがない人だったので。Can you show the reverse of the fabric a bit, please? Of course, of course. Can I finish this much thread though? I'll finish this much thread and I'll show you the front. 泳いでいてもあります。次に立ちと、ああ、泳ぐのもあるか。そうか。最近泳いでないな。昔、走ることに、本当走ることに、なんていうんですかね、ハマりまくってた時はやっぱありましたね。あと1キロとか、あと1周とかってよく言ってたな。水泳もある。え、コマさん何メートル、何キロぐらい泳ぐんですか、いつも。手を動かす作業、手仕事をしてるときとかに幸せホルモン的なものが出るんですね。幸せホルモンって何ですかね。幸せホルモン出るんですね。これは素晴らしいですね。これは絶対やっぱ。やっぱあるんでしょうね。があるんだよね。ああ、あれ？今すっげえ。すっげえ今すごい失敗をしてしまった気がするんですけど、何回嫌な気がするんだよ、本当もう。800m、1000m くらいですかね。キロじゃないですよね。800から 1000m ですよね。それキロだとちょっとびっくり。それキロじゃないよね。僕の友達で普通にマラソン行ってくるって言って、え、どこ行くのって言ったら、アタカマ砂漠とかよくわからないこと言われて、は？ってアタカマ砂漠って南米の？って聞いたら、うん。淳もおいでよって。いや、行きたくないですって。何キロ走ってくるんですか？あと270キロぐらいかなとか。よくわからない人がいて、1000キロって聞いて、1ヶ月に1000キロとか普通に走る人いるんですよ。
マックスで300とかだったかな。でもそう考えると毎日フルマラソン走ってるのか、嘘だな、あの人は。いや、嘘じゃないだろうな。嘘じゃないだろうな。でも本当にアホな人、アホっていうかもう本当に大丈夫かなって人いっぱいいた。東京で楽しかった頃。もうすごい人なので、なんか気楽にお友達って言っていいのかも微妙ですけど。でも普通にタメ口で一回話したしね、まあいいかなと思いながら。すごい人だったんだな。一回1キロとかでもすごいですね。もう走れないだろうな、俺。あれから何年経ってるんだ？震災前なんですよ。震災前だから、結婚もしてなかったんじゃなかったかな。ガンガン生きてた頃ですよ。ガンガン生きてた頃なので、全然、すごい時間経ってるな。I'll show you the front side. I will show you the front side. Just a second. よいしょ。よいしょ。あんまりね、進んでないんです。全然進まないな、これ。あれ？12時間で行けるって言ったけど、行けなくない？これ。行けない気がしてきた。どうしよう。This is the front side. I will make the bold side and the finish side. This will be clipped off after that. I have another video explaining how to make, how to not to make a knot. And I don't plan to make any knots, nothing on the back side. But I will try to finish both side as the finish side. And this is the front. I thought I was gonna finish within 12 hours or so, but it might take a little longer than that. Has been doing for what, 2 hours, 3 hours? Including last time, it's... もうそんな習慣かかんないと思いますよ。でもこれね、ぼーっとしてできる。考えなくていいからすんごい楽。でも遠くから撮りたいって言っても撮れるのかな、遠くから。ちょっと待ってください。もうこれ以上いかないな。いかない。いかない。よし。皆さん予想通り、もう一針だけ。もう一本だけやって終わる。もう一本だけやって終わる。タバコか？お酒か？お酒をねだる親父のように。もう一本だけ。寝なきゃいけないんですけど、昨日は風邪気味だったんですけど、でももう少しだけ。病気本当。でもさ、皆さん眠たい時はどうすんの？僕眠たい時は寝るんですよ。結構パンと寝れるちゃうタイプなんです。 寝れちゃうタイプって意味が分からんけど、刺し子を取るか眠さを取るかだったら僕睡眠を取るんですよね。皆さんって眠たくならないですか？もう1本とかもう1回とかもう一直線のする時って眠たい時は、眠たい時ももう一本でいける。眠たい時って基本的にやっぱ寝ちゃうので、こういうあるあるなんですけど、元気な時はよくあるんですよ。で、まあ眠たくならなかったんで、昔はね。今日何喋ってるかさっぱりわかんないや。もう
眠たい時はやっぱつこう配信とかしてると、さっきも言ったけど、本当全く同じこと言うけど、配信やってるとさ、眠れないじゃないですか。目がチッカチカする。重ねができねえ。お、末期症状だぞ。重ねができないって末期症状になってきました。これは末期だな。よし。机に突っ伏して寝てます。で、あった気がついてます。それはすごいな。それはもう師匠ですね。師匠様レベルですね。机にこういうことでしょ？こういうふうに寝てるってことでしょ？今頭入っちゃったらごめん。こうやって寝て、はって起きて、それを日常的にやってるらっしゃるとしたら、やっぱそれはやっぱすごいですね。それはもう頭が上がらない。もう文字通り頭が上がらないです。なんかまだまだ僕は大丈夫と思えるよね。寝れるときは寝るんですよ。だから全然差し子が進まないっていうのもあるんですけど、もっとやれやって思うのはそこなんですけど。ほんと一日中やってたい。一日中やってたい。ちょっと24時間配信、これこの風呂敷でやりたくなってきたんで、これ一回終わったら次回はもう一個恵子さんからこれ買って、24時間配信用に撮っとこう。そして寝てる方が長いかも。でもそれって布団入った方がよく、まあでもそういうことですよね。そういうこと、それで布団入った方が良くないですかって聞くのは野暮ですね。それはもう完全にあれです、風流ナットランですね。もう完全に野暮、無粋。もうわびさびの心が全くできとらん。それはダメ。そこで聞いたらダメ。本当に頭使わなくていいので、24時間配信には向いてると思います。途中で多分寝れる。寝ても怒られないぐらいの。不眠症の方に運針進めようかな。いいんじゃないですか。寝れるよね。運針はね、眠くはなるんですよ。結構眠くはなるよね。じゃあこれ本当不思議なんですけど、皆さんにはとっては不思議じゃない。不思議と、多分この不思議度合いは伝わると思うんですけど、眠くはなるんですよ。だから寝る前に差し越するといいんですけど、でも寝ないんですよね。この矛盾、わかりますかね？眠たいんだけど、すごい寝るような準備には入るんですけど、結果的には寝ないんですよね。でも、本当に眠たくなると寝るんですけど、何を言ってるんだ？でも、伝わるでしょ？この微妙な感じ。運針してると、てか、手芸とか手を動かしてると、眠くはなってくるんですよ。ああって。でも、じゃあ、だからといって、カツンと寝るぐらいの眠さかっていうと、そうじゃなくて、ほんと、うつろうつろするぐらいの眠さで。あれ？変なの。ほんと、あれですよ。合法的な
扉ですよ。合法的に気持ちよくなる方法ですよ。誰も傷つけない、誰も傷つけない、誰にも迷惑かけない、何の何にも体にも悪くない、強いて言うなら糸が増えるぐらい安いもんですよ。これで気持ちよくなれるんだったらお酒よりもよっぽどいいよね。本当にだからお酒とかさ、なんかで中毒っていうか依存症になってる人はこれやったらいいのにとは思いますけどね。結構真面目に、飲みすぎた、飲みすぎた、一回やったら気が済むんですかね、このミス。これは案外時間はかかりそうですね。ね、手の震えも止ま、手の震えも止まるみたいですね、人によっては。ああ、でもそう、英語での運針会でも人いらっしゃったね。手の震えがやっぱある方で、でも針持つと止まるんだって言ってました。不思議ですよね。不思議じゃないか、そこに神経が行くからそういうものなのかもしれないですけど、間違ってないよな今更ですけど、間違ってたら間違ってた時で、よし、さすがにちょっとやめます。さすがに下もまだあるので、下がなかったら続けるんかいって話ですけど、でもあ、もう一段いけるな。もう一段いきます。すいません。もう一本はいかないですけど、もう一段だけ。病気、病気、ほんと病気。もうこれでおしまい、これでおしまい。おしまい。Thank you so much for watching. I will go to sleep. It's about time. Thank you so much for watching. Sorry, I'm really sleepy. I will summarize this sometimes tomorrow. There's a little bit of English and a little bit of that. About 15 minutes, I switch to the English. Then about 43 minutes, I switch to the English again. Rest of that is sort of Japanese. After that, it's all Japanese. But I hope you can enjoy some sashiko and have a good night. Now, have a
I hope you have a good weekend. 日本の皆様もありがとうございました。また変な時間で申し訳ないです。またなんとかね、なんとか日常というか夜の時間に戻れたらなとは思うんですけど、今のところ未定でございます。引き続きどうぞでもよろしくお願いします。ありがとうございました。おやすみなさい。バイバイ。こちらこそありがとうございました。おやすみなさい。